day moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。3月12日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 機能湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。王子ね、ちょっとお腹調子悪いなと思って病院に行って、久しぶりに体重計に乗ったんですけども、よく考えてみるとね、10年ぐらいね体重変わってないんですよね。ってことは結構健康なのかなっていうふうに思った滑り王子マスクマンでございます。はい、昨日ですけれども仕事に行かなきゃと思って慌ててたら思いっきりつまずいて、転んでしまって、なんか今日も体が痛い。味噌煮込みスキーと、いやなんかですね、今日はすごい土砂降り雨だった名古屋なんですけども、いや実はですね、最近家のゴミっていうんですか、不要なものを断捨離してまして、その関係でですね、体中が今痛くてですね、結構今大物もやってまして、今日なんかですね、ゴミをですね、捨てに行ったんですね。マッサージ機を捨てました。これがですね、めちゃくちゃ重かったのでちょっと腰が痛いダンサーズでございます。はい、マッサージ機を捨てに行ってるのに痛い、体が痛いっていう矛盾だよね。だからそのマッサージ機でね、体をほぐしたらよかったのにっていう、うん、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは就職。今夜のテーマは就職です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya.kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya.kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブで配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギヌワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギヌワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。今日はお知らせがあります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス
お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ小屋。メールをご紹介する前にですね、はい、なんか王子のね今日の髪型がね、うん、なんかカーリーヘアみたいになっててさ、うん、なんかすごいでかいんだよね、うん、なんかねこっから見るとね、うん、なんか爆発してるけど、だよね、っていうのは多分あの湿気を持ってるんでしょうねヘッドホンでさ抑えられてさ、抑えられて今まだいいんですけどいや抑えられて立ってるんだよ、あ立ってるそうそう、なんかね横から見ると分かるんだよ、うん、こちらのスタジオ入る前にちょっとねあの鏡見たらね、うんうん、なんかすごいボンバーになってんなと思って、うん、そうそうね、今なんか中途半端に抑えられたから変なボンバーになってる、あ、そうなの、ちょっと抑えましたけど抑えられてるけどねボンバーだよ、あ、そうですか、はい、あのツイキャスありがとうございます、はい、高坊さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、2024マースクちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは、ジュニーさんこんばんは、私の愛知とよその県考えますね、沖縄も、高坊さん、王子が真剣な顔を表情されているので何かあったのかと、体調不良だったのか、あ、体調不良だったのかな、うん、体調、うん、あのね、ちょっとなんか腸がねおかしくなってて病院行ったんですけど、うん、まあちょっとあの普通にあの調整薬をいただいただけで、うん、あれ特にそこまでのあれではなかったの、うん、そうみたいです。でもね、あの、うん、ちょっと長引いてましたんで、うん、うん、どんな感じなのかなと思って。王子辛いもの結構食べたりするからそれがいけないんじゃないの？多分そういうのもありますよね。ねえ、うん、あの脂っこいものとかね。なんかお腹がとか言ってるよね。うん、なりますよね。うん、うん、もうちょっと辛いものを控えた方が。やっぱりね、あの腸もいたわってあげて。どんどんで、ね、老化が来てますので。そうよ。で、ね、弱くなってますよね、いろんなところがね。いつまでもね、そんなに刺激物でね腸をいじめてはいけない気がするよ。まあそうですね。あ、それとあの番組開始前に、はい、ペータさんコインをいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さんがね、はい、埼玉も夕方土砂降りでしたって。ああ、ヤスさんもね、うん、こんばんは、東京も雨降りまくりでしたって。あら、うん、で、FMJ 地震地さん、こんばんは、昨夜の深夜、読谷村は結構な雨でしたということで、あ、結構全国的に、うん、そういうことですね、大雨なんですね、うん、そうですね、うん、へえ、うん、はい、あ、沖縄大好きさん、こんばん名古屋、名古屋、あ、そうそう、でジュニーさんがね、こんばんは、私の愛知での就職とよその県の就職を考えます、沖縄もでしたって、おう、あ、うん、よその県で就職とか考えたりします、うん、まあ文字でそれがなかったですね、まあ、あの例えば、まあ、あの配属されたらということならばね、そちらにね、うん、行ったと思うんですけども、うんうん、まあ、もともとずっとこの愛知県のあれでしたね、その仕事的には。私も愛知県、うん、ね、そうですね、私も結局ね転勤ありっていうのも希望出せたんですけど、やっぱり転勤なしの方に希望しましたね、はいはい、うんうん、やっぱり実家から通いたいなっていうのはありましたね、うんうん、はい、はい、ということで、はい、はい、メールお願いします、はい、じゃあメールご紹介します。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは、こんばんは、はい、
私が就職した頃は、バブル崩壊後の就職氷河期、以前は求人が来ていた企業からの求人がその年はなかったり、苦労した記憶がありますね。就職の面接は本当に苦手 でしたね、皆さんは面接得意でしたか、ということでございます。まあ聞かれる、ね、内容にもよりますけどもね、なんかガンガン突っ込んでくるような面接官だと、なんか感じ悪いなと思う時があったんですけど感じ悪いなとか、いや本当にね感じ悪い方いらっしゃいましたよ。ああそうですか、あんまりそういうのないな。ね、ありきたりなこう返答、まあ、要はですね、まあ、園児というか子供に接するような、まあ、教育玩具のところにね、ちょっと就職活動をしたことがあったんですけど、時間ね、その時に、そこの本社はですね、大阪の八尾市で、ミキハウスがあるところなんです、で、まあ、その動機を聞かれますよね、まあ、子供と接してちょっと同じように成長していきたいからみたいな、まあ、子供好きですよみたいなことを言ったら、なんでミキハウスに行かなかったのってなんかそういう、ね、聞き方をされましたんで、と思って、まあ、元々の本社は駿河の方の、本社がありまして、でもね、どうして行かなかったのっていうその質問も作戦の一つですよね、きっと。でなんかね、でまあありきたりなことを言ったからかなと思ったんですけど、いやだから多分どうしてそこにしなかったのって言った時のその御社の魅力を伝えるのが、でもね、後から、調べたら、その教育玩具だけじゃなくして、なんか宝石だったりねなんかいろんな多角経営じゃないですけど、そんなこともやってて、で、その部署がね、教育玩具ではないところに配属されたらどうされますかみたいなことを、まあまあってなったら、なんか自分のイメージとしたら、そっちの、ね、教育玩具の方のこうイメージ強くて言ったんですけど、なんかホテルでさ、よくおばさま方を集めて宝石の展示会とかあるじゃないですか、なんかそういうこともやってたんですね、いやそこは嫌だなと思いながら、いやなんか多角形はいいんですけど、そういうところにいろんな手を広げてるんだなみたいな、ね、こう業種というかね、やってる会社なんかは そこに自分の想像しているところだけとは限らないですからね。そうですね、で、まだ例えばその園児だと幼稚園とか保育園ですね、そうすると建設関係なんかも携わることがあるんですけども、またそことは全然違う、そこ のお母様方の、レベルの、ね、話ですもんね、そのジュエリーとかそういうところはね、なんかそんなのがありまして、でなかなかそこの支店長なんかは王子気に入ってくれて、いい雰囲気だったんですけども、なんかね、結局就職そこにはしてないのね、そこにはしませんでしたね。まずね、第一印象がね、ちょっとこう可愛らしいとかね、きらびやかな感じのオフィスかなと思ったら、鉄板扉でしたんで本当にと思いながら、いや今時こんな鉄板扉がある、のかっていうぐらいのね、オフィスでしたから、ちょっとねそのイメージもね、ちょっとガクッとしたなみたいなことがありましたね。ああなんか、オフィスっていろいろ想像しがちですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですね、銭形警部からです。ありがとうございます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。逮捕するの本当に本当に逮捕するのかな本日のテーマ、リスナーのハートよ、まあそうだね、そうだね、あそうだねじゃない、そうだ、ね、なんかハートをなんか逮捕されちゃうとドキドキしちゃうじゃん。ドキドキしちゃう、銭形警部じゃない人に逮捕されたね、お顔が分かってらっしゃるからね、私この人逮捕したいなと思いますけど、本当、はい、なんかはい、やっぱりね、峰藤子、はい、ああいう方に逮捕されたいなと思いますね。銭形さんじゃなくて、そういう考えがルパンと一緒でしょおだまり、ね、はい、本日のテーマ、就職といえば、高校卒業して2年間はいろんなアルバイトを得て社会人デビューとして初めて正社員の仕事に就職したのは今から31年前の平成5年3月にコムサデモードやペイントンプレイスなど DC のブランドを販売しているファイブフォックスに入社し、自衛隊並みに
業界一厳しい会社で揉まれながら、鹿児島に転勤になった翌年の年末まで約2年間在籍していましたが、この会社に就職して鍛えられたことは今の仕事や過去に仕事したことよりも良かったと思いやってきたことに誇りを持っていますと。だからすごく厳しかったってことですね。その一番また、全盛期で忙しい時でしょうね。ね、すごい華やかな時代の時ですよね。多分そこだとね、流行りましたもんね。忙しい時ですよね。で、そのちょうどその頃に働いてみたということで、頑張られたということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではメールいきますね。はい、マスクマン王子、ダンサーズさん、みそにこみさん、こんばん、名古屋。名古屋。名古屋、ラジオネーム、たかぼさんですからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。私は資格試験の勉強と受験のために上京しました。そのため、就職活動は現役の頃やったことがありません。ほとんどが中途採用です。なのでリクルートスーツ着てあっちへ行ったりこっちの企業へ訪問したりがない人生を歩んでます。これからは人生最後の就活になりそう。やるしかないということで。いや、そうですね。いいですね。頑張って。頑張って。頑張ってというかね、でも人生最後の就活だそうですよ。あら。ねえ。まあでも私もですね、実は就職活動しましたけど。今いる会社とは別の会社なんですけど、通信機器の製造販売をしている会社だったんですけども、社長面談まで行きましたね。で、内定も出たんですよ。でも蹴っちゃいました。はいはい。まあなんでしょうね、確かにいいんだけど、ちょっとなんか引っかかるところがあったんですよね。なのですいません、ちょっとご辞退したっていうところはあるんですけど、まあ、今もその会社あるんですけど、でもあそこに就職してたら今どうなったかなっていうふうに思ってますね。まあでもね、いろいろね、まあなんでしょう、そこに行けばまたそこのに行ったね、そういう未来もありますから。でも今の若い方ってあれでしょ、就職して本当1週間足らずに辞めちゃうとか。いやいや、なんかそんな、いや別に今じゃないですよ。でも実際に私が一番初め新卒で入ったところも同期いたんですけど、1ヶ月で辞めましたね、やっぱり。自分のところもあります。10日で辞めた。ありますあります。そうですか。だから最近ね、そういう話をね、聞いたりしますけど、前から今だけじゃないです、それはね、自分たちの時代もそうですし、早くこう切り替えるっていうんですかね。でももうそこで先にもうここじゃないっていうのが分かって辞めるのもまたそれも決断じゃないですか。こう迷いながら何年かしてまた就職活動するよりも潔いんじゃないかなと。でもね、本当にそう思いますよね。いろいろプレッシャーの中でね、大企業なんか特にそうらしいんですけども、ちょっと病気になられる方とかね、いらっしゃるみたいなもんですから、思い切ってね、違うね、キャバクラの店長にでも転職していただきたいなっていう。なんでキャバクラの店長なの？いや、だからちょっと違うね、世界に飛び込んでほしいなって、そういう気持ちですよ。キャバクラの店長別に他にもあるんですか？いや、あるんですけど、やっぱりね、例えばこう事務職でね、こう、黙々とやってるところよりか、こう華やかでね、お姉様方がダンスしてるようなところでさ、でもお姉様方のダンス今 NG ですよ、ちょっと。ああ、そうですね。いろいろ話題になってますよ。話題になってるじゃないですか。話題になってますよ。でもあの人たちはまたまあ、そうやって呼んだの、ね、ダンサーで呼んだのかな。ダンサーズ呼んだのかなって、今隣に名古屋のダンサーズいるんだけど、あ あのニュースね、ちょっとなんか聞くとね、ちょっとビクッとするときあるんですよ、ね、ダンサーズダンサーズって呼ばれてるのかなと思いまあまあ、ね、ドキドキしちゃうよね。なんかラジオネームに近いものがあると反応するわけよ。だから私も味噌煮込みうどんの話題とかでドキッてしちゃうもん、やっぱり。私のことかなって。ああ違う、食べ物の方だなっていうね。本当にね。漢方医さんがツイキャスで、はい、
味噌煮込み好き、一緒に煮込み好きになってるけど、味噌煮込み好きさん、ダンサンさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。ワン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 、かしかし、はい、玉の水が、あ、玉の水が潤わないですねって、なんだろうと思ったらダムの水ですね。ダムの水が潤わないですね。今年は本当にダンスするのかな、参ったな、やだなっていうことで、沖縄ね、時々雨降ってるんですけど、なかなかダムには、ダムの潤いにはなかなか結びつかないですね。豪雨ではないってことですね、うん、ねえ、うん、あ、で埼玉の豪さんが3月4月の直木屋カレンダーの直木さん、痛がっているのかなって心配しながら見たら、直木さん顔痛がっているかって思った埼玉です。痛風ですね。え、あ、3月4月ってちょうど今これよね。多分痛がってるのは痛風ですよ。違う違う、いや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 、直樹さんは痛風じゃないと思いますよ。そうですか。うん、痛風だと。あの、プリン体の多いものばっかり食べてる。いやいや、直樹さんはそんなことないと思います。あの、お酒もあんまり、ね、うん、飲まられないしね。あ、そんなにプリン体の高いものを食べてる感じもしませんけどね。うん、あの、痛風だと、あなたと一緒にしないでくれる。失礼しました。はい、で、ペーターさん、うんうん、これ立ってるって何の話だ。髪の毛のことじゃないですか。ああ、そういうことね、うん、あのね、あの今みそちゃんが立ってるっていうか、こうね、ヘッドホンで押さえてても立ってるよっていうね、うん、びっくりした、急に立ってるって言われたから、また違うこと考えるでしょ。じゃあこの絵文字がまた意味深ですよね。ああねえ、まあ、おだまり、ラジオでお聞きの方はご想像にお任せしますということで、おだまり、岐阜のキュウリのバーバーさん、キュウ長の皆さんこんばんは。残業で先ほど帰宅、はい、岐阜も、あ、岐阜は今日も寒い一日でしたって。寒い、うん、あの名古屋もね、うん、寒いですよね。中山雪降りましたからね。ああ、うん、寒いんですよ。寒いですよね、本当にね、うん、ねえ、あ、でも残業でっていうことで随分遅いですけれどもね、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます、はい、うん、はい、じゃあメールいきますか。メールいきましょう。はい、はい、お願いします。ですね、こちらはですね、あ、ダンサーさん、みそさん、2024年マスクちゃん、リスナーの皆さんこんばんは。なんか言いづらいな、なんか、うん、なんか2024っていうのついてる、うん、なんかスペシャルエディションみたいになってるけど、そうなんですね。うん、なんか今年で終わっちゃいそうな。埼玉のゴーです。ありがとうございます。あれ言ってくれないの、あれ、リバブいるの、うん、はい、もう一回言って、はい、埼玉のゴーです、ジャパン、決まったね。はい、ありがとう。まさに去年の12月に、転職活動をして1年目で合格しまして、4月16日から新しい会社で勤務します。あ、よかった。もちろん服装はスーツ。普通面接って30分前後ですよね。僕、新しくお世話になる会社での面接が2時間だったんですよ。あら、また長い長い長い、うん、30分ほどは面接の動機とか今の仕事のことですが、面接してくださった方が好印象を持ってくださり、入社後の収入と、こと細かに教えてくださいまして、趣味の話もでき、また沖縄にも系列会社があるので希望移動できるとのことでした。あ、まずは3ヶ月間の研修で最低限のことをすぐに覚え、独り立ちできるように頑張りますね、ということでございます。まあ、そうだね、うん、まあ、いろいろこの大きい会社なんでしょうね。いろんな各地にその、営業所があるというのかな、うん、まあ、あとは、ちょっとずつね、日に日にいろんなことを覚えていっていただきたいなと思いますね。王子ね、スーツ着て仕事したことないんだよね。あ、そうなの。見ないですね、あまり。あ、でもね、ちょこっ、あ、でもないな、うん、うん、ちょこっと着たことはありますけども、うんうん、普段は例えばね、この営業職で出るわけじゃなくして、あの先輩のね、うん、仕事をちょっとお手伝いするような感じ、なんかの、まあ、配送のお手伝いとかがありまして、そういう時はもう普段着でしたんで、まあ、汚れてもいいような、うんうん、でちょっとその出るよとなるとスーツ着てきなさいねっていう時はありましたね。ただね、そのスーツがね、やけにあれだったみたいで、その、はい、昔でいう黒服、はい、うん、
これ一般的なスーツではなかったらしいんですよ。黒服って分かる人に、うん、あれちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ね、ただでも王子のね あれですね、うん、なんて言ったらいいんだろう、飲食店系の肩パッドが入ってそうだ ね感じのですね、うん、で先輩がね全くその通りのね感じの方でしたんで、うん、やっぱり同じようになっちゃいますね。昔の中、うん、玉木浩二が来てた。ああ、そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど。そうそう、だからそんな感じでね。分厚い肩パッドが入ってるような。うん、でもよく見るとね、もしかしたらこれね、濃い紫っていうような感じのね、うん、スーツを着ていらっしゃいましたんで、うんうん、まあ、王子そこまでいかなかったですけど、うんうん、いや一般のこうサラリーマンの方が着てるスーツじゃないなと思うような。なんか一世風靡セピアみたいな。あ、そうそうそう。そうそう、うん。そんな感じのね、スーツを、ね、着てらっしゃいましたね。なんか懐かしい名前、うん、どんどん、はい。でその方のね、後についてやってましたんでね、うん、その時ちょこっとだけね来てたことありますね。まあ、そんな具合かな。あとは、うん、まあ、作業着でもなく、はい、まあ、普段着って言ってからね、まあ、ラフな格好でね、うん、仕事してたこと多いですね。私毎日仕事スーツなんですよね、うん、そうですね、一生代がかかっててねちょっときついですね。そういうの。そうなんですよね。うん、スーツね。でもね、ネクタイもあれですもんね。こう早く痛めちゃうじゃないですか。もう毎日こう締めてるとあれなんで擦れるんでしょうね。ネクタイの結び目のところがヨレヨレになってるんですよ。ネクタイよりもやっぱり、シャツの方が。うん、襟元になります。はいはい。大体擦れてきます。悪くなります、ね、うんうん。最近ダンサーズあれなんですよ。なんかズボンがよく破れるのはやっぱり体重のせいですかね。ズボンどこが破れるわけ？破れる箇所があるでしょ。またまた。でも擦れますもんね。うん、どっちにしてもね。うん、そうそうそう。うんうん、うん、どうしても生地が負けるんですよ、うん、お黙り長く使ってればなりますよ ね, ね、山中智文さん、はい、こんばんは、名古屋、名古屋、まもなく帰路に着きます。確定申告もあと3日で終わりですということで、うん、お疲れ様です。ねえ、まさにね、お忙しい時期ですよね、はい、税理士法人ベスタックスさんですからね、はい、ね、スポンサーさんでございますけれども、はい、はい、まずこう帰路に着くってことは、はい、ご自宅にまだ着いてないってことですね。もちろん移動中ですね。ってことは、まあ、どっかでまた途中下車があるってことでしょうね。そうなの？多分そういうね、やっぱりこうお疲れになってますので、うん、ちょっとこうリラックスするためのね、リラックスタイムが多分あるんじゃないかなっていうふうにね、うん、どっか寄り道するのかな。うん、なんかそんな、なんか寄り道しない感じがするけどな。そう、なんかちょっとだけでもね、なんかリラックスされるんじゃないかなっていう気がして、しょうがありませんけども、まあ、このね、確定申告つながりでですね、うんうん、FMJG 新一さん、はい、確定申告どうにか済ませました。次は消費税、はい、あ、はいはい、あ、うんうん、ね、本当お疲れ様でございますよ、うん、本当にね、ね、FMJG 新一さんはアートワークウェブサイトの FMJG の新一さんです、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山中先生面白いですね、うん、ちょっとリバーブちょうだい。リバーブ、何、はい、うん、何するの。エキゾチックジャパンおだまり、ね、コメントいただいてますんで。そうですね、ツイキャスで、ね、うん、ね、なかなかこのでもね、いいでね、ジュンニーさんがね、うん、いい日旅立ち世代、エキゾチックジャパンもそうそう古いって、ね、ああ、いろいろ出てきますね、うん、ねえ、いい日旅立ち分かりますよ。でも、ね、分かりますよ、谷村新司さんですね。あれですよ、あれ山口百恵さんじゃないの、うん、まあ、まあまあ、だから歌った歌手は山口百恵さんですね、うんうん、いや、ポスターね、 JR というか、まあ、当時国鉄でしたけれども貼ってありましたよ、うんうん、うん、これとあれ、また違う女優さんかモデルさんかなんかがこうポスターのそのあれになってるんですよね。どうだったかな、ポスターの絵、どんな山口百恵さんではないですよね、多分ね、と違う方が、モデルさんになってるんじゃないかなと思うんですけど、なんかすごい印象的なのはどっちかってあれでしたね、何でしたっけ、はい、88歳になったら、うん、こう
ご夫婦でっていうなんか、あ、なんかありましたね。ねえ、うんうん、あ、なんだっけ、フルムーン、あ、なんかそんな、あ、そうそう、そんなありましたね。ありましたよね、うん、CM もありましたもんね。ねえ、ただちょっと今もうないんですよね、あれ。あれなくなっちゃったんですね。私小さい時、あの絶対88歳になったら旅行に行くってすごい思ってた。ああ、ジュニーさんがフルムーン夫婦グリーンパスって、うんうん、そう思ってたんですけどね。まあね、今これは時代の流れでね、あの夫婦のこうあり方もいろいろありますからね。まあそうです ね、うん、で沖縄大好きさん、自分も人生初の確定申告に行ったけど必要な書類があるので揃えてから予約してくださいって言われて、今日はやらずチェック表と連絡をさっき教えてもらったぐらいですって。うん、まあ、うん、初めてやるとね、あのいろんなこう書類の不備が出たりとかっていうのがね、うんうん、どうしてもね、あの出てきちゃうと思いますけども、タックスっていうのもありますけど、うん、あ、そうです ね、はい、うん、あの埼玉の郷さん、88歳まで生きてるかなっていうのは、88歳は夫婦合わせてでしたので、まあどっち、あの、まあ、2人の年齢が88になったら行ける旅みたいな感じでした、うんうんうん、そう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 、そういうことね。ね、ね、うん、そうね、よく考えたらもう優に超えてるのに。100、100、100超えてますよ。100超えてますよ。あのどっちが何歳かとかいうのなしね。うんうん、まあまあそうです。まあまあね、かなりウェイトが持ってられる。どういうこと？はい、うん、そういうことなんです、ね。メールお願いします。はい、はい、続いてですね。こちらは、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。います。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。はい、昨年1月に、再就職してあれから1年経ちましたよ。それまでは7年間前の職場で働いていました。前の職場にはギリギリに採用が決まり、非常勤で入社して1年後に正社員になりました。いろんなことがありつつ今の仕事を始めてそろそろ9年になりますということでございます。うん、うん、でもあれだね、やっぱりもうあともうそろそろ10年とか長くねお勤めになられてるということですよね。うん、うん、まあ就職としていってもね、まあいろいろありますからね、その、うん、ね、入る前のイメージと入ってからの、こう実情が全然違う場合もありますね。まあそれはよくある話ですよね。でも、うん、まあ、それをね、あの頑張って乗り越えて、うん、やっていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、先ほどのあのエヘミゼジシンさんが、はい、ファイブフォックス懐かしい、ペイトンプレイスも来てましたということで、うん、うんうん、あの当時のね、うん、流行りの路線おしゃれですね。で、高尾さんがイエローカード出てますけど、あれ王子なんか言った？わかんない。どこにあるの？どこにあるのっていうかね、イエローカードが知らない間に出てましたよ。本当？あのどこがあのイエローカードなのか高尾さん教えてください。あれもうやだな、私もこのイエローカードに気づいてなかったのかな。いやもうあなたのトークね、もうねえ。ほぼイエローです。あのもしかしたらあれ、ほぼイエロー、うん、転職された時に、はい、キャバクラの店長とかどうって、それだ、きっとそれそれですね。そこでイエローカードが出てるんですね、多分ね。あ、そういうことね、はい、うん、全然違ったりしてもっと違うとこだったりして、ね、うん、そう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 、うん、そうか。ヤンポーさんは、俺は JA を3日で辞める予定が気づいたら12年が経っていたって。でもね、知らず知らずの、でもいいことですよね。うん、あのね、うん、ていうか3日で辞める予定っていうのもちょっと謎、なんか気になるんですけどね。なんかね、あれじゃないですか。もうあまりいいイメージがなかったのかな、もしかしたらね。でも やってみたら、やめようと思ったんかな。うんうん、こうずっとこう続けられるようなお仕事だったってことですね。うん、あ、何何。ジュニーさんがね、50代勝手じゃなく圧があって30歳代に LINE 仕事辞めましたって。おうおうおう、あ、まあ、まあ、ね、まあ、確かに
転職っていうのもですね、うん、一つの選択肢で、うんねね、今はねうもう何でしょう、そのかその一社でずっとっていうこともあんまりね、うんうん、そうです ね、うん、なんかスキルアップでどんどん変わっていく人もいますしね、うん、いますいます、うん、で埼玉の子さんが僕は今の会社辞めるっていうのに先月ストレス性ジンマシンを発症して体が痒いですって、あらあーストレスって大変だ、うん、かわいそう、ねえねえ、うん、でも今の会社辞めるってなってるってことは何もう決められたってことですかね、うん、決まってるってことじゃないですかね、うんうん、またあの 新たなあれが、ね、開けるかもしれないですよ、本当に ね、 ね、新しい会社で少しでもで、ね、気持ちがやっぱりね、ストレスは良くないですよね、うんうんうん、よくないあと思ったらね、うん、ちゃんと続きがありました、はい、今度の会社も作業服で CM にも流れている企業になりますって、うんまあうん、お次がねそうだね、決まっているってことでね、うんうんはい、CM にも流れてるってことはね、うん、なんか結構有名どころなんですかね、うん、はい、ということでうちも CM が、はい、流れますので、はい、じゃあ CM 流れます、はいはい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。名古屋は栄養コーナー、今日はお知らせですか？はい、まあ以前よりも、うん、以前にも告知させていただいております。はい。はい、これやりたくないんだけどな。うん。いやこれ来週、うん。来週は？来週は？滑りナイトね。滑りナイトだよ。そうでした。と思ってるんだけど。なんかだいぶ前に、うん、滑りナイトやりますよって言ってましたけれど。来週じゃないですか、もう。そうなんですよね、うん、まあ、今回はですね、もうチャレンジャーの方がですね、はい、大物でございますので、はい、まあ、はい、これはですね、滑り税理士先生でございます、うん、もう大船に乗ったつもりで、ね、滑り税理士先生って、うん、もう全然名前言ってないじゃん。いや、もうこれでまあ皆さんがご存知だと思いますのでただね、まあ、王子も滑り王子と言われていますけども、はい、あのね、多分真面目な話で、はい、どこもね、笑いもなく、滑りもなくというね、うん、まあ、まあ、居酒屋でね、うん、
ちょっと引っ張り、いっぱいね、引っ掛けて喋ってるようなことが、滑りナイトになってしまうと思うんですけども。居酒屋トークなんですか？そうですよ、もうそれぐらいね、まあ、あとはですね、はい、まあ、こういろいろ確定申告についての話とかね。確定申告もう絶対ないな絶対ないな、しかも 100% ないな、これ来週なのそれ。あ、終わってていいってこと？じゃあ、終わったね、その苦労 のお話をね、うん、ね、だから先ほどのね、そっかそっか、そうね、確定申告の何が語れる？いや、それをお聞きするっていうね。そう、お聞きするんです。聞く方ね。聞いてどうすんの？聞いてね、あ、ご苦労があったなっていうふうでね。ご苦労があった、うん、聞いてどうするの？いやいや、ご苦労があったなって何？ご苦労があって？あとは皆様にですね、うん、このアドバイス的なことをね、お話しいただいてですね、きっちりかっちりな話なもんですから、はい、皆様が期待するようなね、はい、どこが滑ってるのとかね、うん、そういうのはね一切ございませんので、うん、まあ、今回の場合はですね、今回の場合っていつも滑りないと、毎回ちゃんと滑りないと安定の滑りないとだよ。え、そうなの、うん、いつもそうですよ、いつもそうなの、ちゃんと滑りないとですよ、はい、もういろんな方々がですね、この、うん、チャレンジャーとしてですね、お見えになられたんですけども、はい、滑ってるの今言うそれ、うん、今更感あるんですけど、安定の滑りナイトでしたよ。それ今更感、ね、そうなの、そういう記憶が一切ございませんので、なんかね、いつもいい話ができてね、今回、1時間だよね、うん、はい、そうですよ、この長丁場になりますけどもね、こう皆さんね、ためになる話がね、いっぱい出てくると思いますんで、そうなの、うん、そのことね、うん、この時間ね、来週、うん、FM 講座聞いてあら、もうこれ一生懸命お話するのに、うん、ね、もうそれぐらいね、王子も期待しておりますので、うんうん、で、かなり、ね、リラックスしたね、うん、雰囲気でね、お話しできると思いますんで、いつもはね、滑りないとね、王子のヤスさんが、うん、滑りないとって言って、なんかもう、絵文字が、絵文字がなんか、ヒャーってなってますけど、これ、ヤスさん、期待してるんですかね。でも、安定に滑ります、うん、2倍滑りますって。あー、ほんとね。うん、ただね、うん、この話の内容によってはですね、はい、こう もしかしたらこう皆様が、ね、聞いていただいて、楽しいなっていうような、トークにはなると思いますので、でも、ね、うん、いいですか、滑り税理士山中さん、受けまくりドカンですね、ツイキャスで、もうね、このね、なんですか、このメッセージ自体がね、うん、あーっていう感じですよね。もうね、来週の伏線がね、もう来てますね。もう来てる、あー、はい、っていう感じですよね、うん、でもね、ね、王子もね、今は言葉には出しませんけども、はい、ね、同じですよ、気持ちが。ちょっといいですか、同じですよって、ね、あなたね、うん、同じにするっていうのはね、うん、ちょっとね、じゃあそういう、そういうね、こうワクワク感はやっぱりあるじゃないですか。ね、こうお話をしてみてね、だからどういうふうな話になるのかなっていうふうに王子も期待しております、うん、ね、ただその受けまくりっていうのはもしかしたらさっき言ったみたいにね、本当に確定申告いろいろなことが、ね、うん、ご苦労されたことに対して、うん、皆様聞いていただいてね、うん、こういろ違うところでちょこちょことね、こういう笑い話も出てくるかもしれませんので、確定申告でなんかあるの？ないですね。ないですね。だからないですね。ね、なんか聞きたいとか言ってなかった。だから、ね、こうお話をいただいてね。ねえ、だからそこウルジェージ新一さんが、はい、確定申告個人的にはお聞きしたいことがたくさんありますがっていう、うん、あ、これ本当のガチのご相談ですよね。あ、いいですね。いいですねぐらいで、それは申し訳ないですけれども、ね、ベスタックスさんにお願いしてね、まあまあ、ね、ご相談いただければと思います。まあ、そういうね、アドバイス的なことももしかしたらお話が出るかもしれませんので、番組で、ね、うん、ちゃんとしてるでしょ、ね、この今回の滑りナイトはですね、人たち違いますんで、おう、うん、ね、だからやっぱり何か試作でもあるんですか。いや、だから先ほど言ったみたいに、はい、ね、きっちりかっちりの放送でございますので、まあ、そのトークにね、こう滑るとかさ、うん、ね、なんか全然違う方向に、ね、話がいってるとかまずございませんので、
うん、あなたいつもそうじゃない。え、いつもそうだよ。滑りナイトの時落としどころがなくてさ。あれ、そうなの？最後何言ってるかよくわからないし。まあそうだね、自分でね、なんか着地点がなくなるよね、うん、そう、どこら辺がね、締めていいのかなっていう部分がね、わからなくて、あまりにもですね、うん、この滑りナイトのね、この気分が良くてね、うん、もうずっと喋ってたいなって思うぐらいね、だからね、どこで終わっていいのかなっていうね、落としどころがないっていうふうになってしまうんですけど、落としどころがないじゃいかんよ。我々大変よ。そうよ、我々大変なんだよ。もうこれ回収すると大変なんだから、この散らかった感じをね。もうまあね、滑りナイトのとこはね、回収業に徹してくださいちょっと回収できるように。お黙りお黙りお引き取りください。でもまあ大丈夫ですよ、チャレンジャーのね、滑り税理士先生はですね、うん、まあなんだろうなそれね、ちゃんとしたね、トークをしていただけますので、うん、まあ、それはよく分かっておりますので、ただ皆様がどういうふうに感じるかはまた別の話ということでございますので、はい、うん、ということで、まあ、来週ね、滑りナイトということで、ちょっとね、ダンサーズとみそにこみすきはちょっと若干ハラハラしてますけれども、ハラっていうかね、もう本当に苦痛で嫌だなっていう苦痛で嫌だなしかないです。ね、来週お楽しみということで、そうだね、親は栄養、来週は滑りナイトというご案内でした。キウナ小屋それだよね、やっぱりこれラジオでお聞きしている方にちゃんと分かりやすく説明してください、ダンサーズ。ツイキャスから、はい、滑り税理士山中さん、はい、ハラハラドキドキ腹立つのよいいね、お引き取りください。もう一つありますよ、はい、確定申告ネタに引っ張って引っ張っておしまい、うん、お引き取りくださいもう安西さんがやばいってなってますけれどね。何が、はい、ただまあね、まあ、今日ここではねお話しませんけども、はい、かなりね、いいお話ができるような王子ネタを持ってますので、すいません、もったいぶるような内容ですか。もったいぶるような内容ですかいや、これはやっぱりね、滑りナイトまでちょっと持っとかないとね、はい、うん、と言いながら、たくさん喋るようなネタは持ってませんけども、あとはね、先ほど言ったみたいにね、まあ、ちょっとね、リラックスしながらね、うん、飲みながらの感じでお話をさせてもらいますんで、うん、まあ、それぐらいね、こうざっくばらんな話ができると思いますよ。はい、はい、ということで、じゃあメール紹介してもいいですか。なんかはい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんみー。こんばんみー。こんばんみーして、就職というと、俺が高校卒業して就職した会社の前に数台のベンツが止まっており、やばい会社に就職したなーって思った。しかし、普通の空調衛生設備会社でした。ただ、飲み屋でもうお客さんと揉めても会社名を出すと黙るほどの会社で、社長の車は日本に3台しかないベンツで、そのベンツのトランクが社長の財布でした。え、どういうことこれ。そこにお金現金が入ってる、隠してるとかじゃない、すごいね、うん、現場の親方連中に札束を渡し、寿司を送ってこいとか飲みに行ってこいとか、贅沢三昧な会社でしたということで。ああ、現生主義なんですね。すごいトランクが財布になってんだありますね、うん、っていうかありますね、今もありますね、そう、そういった。え、そうなんですか。現生で、うん、民党みたいな形でね、すごい、うん、これ今ね、ふっと思い出したんですけど、これ本当の話なんですけど、
まあ、名古屋でもね、まあまあ、有名かなと思う、会計士の先生もう今お亡くなりになりましたけども、はい、会計士先生がいらっしゃいまして、多分その方ね、ジャガーだったと思うんですけど、うん、その車に、まあ、その方ね、結構女性好きで、いろんな、方を囲っていらっしゃった方なんですね、はい、で、まあ、年齢も80、超えてたと思うんですけども、まあ、ちょっとこれはね、これはもう現実的な話なんですけども、まあ、食事をするときもね、やっぱり口元からいっぱいこうこぼれちゃうらしいんです、はいはいはい、うん、まあ、それぐらいね、こう、立派な先生でありながらこう食事しててもちょっとあれかなというふうに、見られがちな方だったんですけども、その先生もですね、まあ、トランクなのかどっか、ね、車の中に大人のおもちゃをよく隠してたっていう。それなんか本当の話で、従業員の方から、なんでですか？うん、まあ、ご自分ではちょっとあれだもんですから、もうパワー不足ということで、そういうおもちゃを使っていらっしゃったということでしょうね、うん、っていう、ね、お話がありますけども、なんかまたイエローカードで、なんでちょっと心配になってきたけどさ、あ、そうそう、ねね、高保さんがさっき言ってたイエローカードをね、うん、女の子のいる職場っていうところが行けなかったっていうことですね。え、女の子がいる職場って、あ、そうそう、今はね、あんまりそういうふうに、え、女の子がいる職場って言いました、キャバクラの話言ったのかな、うん、きっとそうですね、うん、もうほら沖縄大使さんがよし、後でアーカイブチェックって言って、うん、ちょっと一回どこか教えていや、違う、お黙り、自分でさ、アーカイブちゃんと聞いた方がいいよ、うん、いろいろことね、王子のね、王子はね、あれなんですよ、ね、あんまり自分のね、出た番組聞かないのよ ね、だって自分の声好きじゃないもん、いやいや、そうだ、ま、これね、なんかね、あったんです、自分の声好きじゃないって言いながらさ、今日はいい出来だって帰ってくんだもんね、立ち悪いな、立ち悪いね、なんかね、どなたでしたかね、はい、まあ、有名な方もなんかご自分の声が、うん、あまり好きじゃないっていう方いらっしゃいましたね、声優さんの方だったかな、うん、なんかそう言って、なんかそれを聞いた時に王子も、まあ、こう自分が喋ってる時はいいんですけども、うん、それを聞き直すというふうな形でね、うんうん、聞くとなんかね、あんまり好きじゃないんだよね、こう自分のこの声とか喋り方とかがね、あんまり好きじゃないんですよね、王子自分のアーカイブ本当聞かないもんね、私前面白い回とか自分の番組でも2回とか3回とか聞いちゃうんだけどね、なんか恥ずかしくない？いやいや、なんかね、でもやっぱそうそう、キウナゴボウの時の、はい、その後のね、ウィークリーコンビニラジオ名古屋で中継したじゃないですか、はい、あれ番組私3回ぐらい聞きましたから、自分あれは拉致されたんでしょいや本当に面白くて、あれ3回ぐらい自分で聞きましたよ、もうあれはこう初めてですね、王子も まさかねもうなんかよくあったじゃないですか、宇宙人がさ、うん、右と左でこうね抱えられて引っ張られていくみたいな感じの、はい、そういう画像あったじゃないですか、うんね、高保さんはね、はい、私は自分の番組振り返ってます、過不足などをチェックするためにって、ほら偉い偉いねえ、うん、もう全然違うよ王子、偉い、うん、いやね、あなたに偉いって言われても、ね、そうだよね、説得力がない、そうだよ、弱い、ね、あ、ヤスさんが王子連呼はまさに見ものでしたねってであれ音声だけでも面白いんですよ、だんだん音声が連れ去られてくから、音声が遠ざかっていくんですよ、フェードアウトしてくるそうそうそう、あれはびっくりするよね。いやあれはね、音でだけで聞いても楽しかったですよ。あれは面白かったですね。はい、はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。はい、進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様こんばんは、王子のボンバーヘアは一応素敵ですね。ほら素敵なのよ本当に、私の時代からあったのは、就職氷河期。就職してもリストラされたりや解雇されたりと悲惨、私その当時の就職募集が少なかったような、皆様は、就職氷河期って聞いたことってありますか、ではでは寝ながら聞いています、寝てるから聞いてないってことですね、だよね寝ながら聞いてんだから、ね、寝ながら聞いて寝落ちしてるかもしれないけどね、うん、あでもありましたね、就職氷河期っていうのがね、はい、ね、うん、王子の時代は逆でしたね、うん、私たちはね、氷河期になる前ですからね、から、うんうん、たくさんね、いろんな案内が来てましたよね、まあ、ただちょっと限りがあったという、限りはありましたね、うんうんうん、
そうね、あそうそう、ジュニーさんが名古屋駅の少し北崩れて区間普通してましたねって、はい、そうなんですよ、もうこれと何、ああの電車止まってました、今もまだ止まってるの、あ今もかな、うん、JR 東海道線が、名古屋駅から岐阜までの間が、はい、普通になってます。これなんかあれ、あれなの、あ乗り面が崩れちゃったんですか、あ乗り面、あ、はいはい、うん、ね、まだこん、まだ普通なんですかね、うん、明日はどうなるのかな、はい、うんうん、はい、ということで、はい、エンディングです。来週は丸ごと1時間滑りナイトです。滑り税理士山中さん登場です。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田。時間です。つながってます、はい、はい、テイクで続きお願いします。はい、はい、アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。来週も来てください。